はい、皆さんこんにちは、大阪です。今日はですね、バリ島、最新ニュースをお伝えするバリ総合研究所のお時間です。略してバリ総研のお時間となります。本日の目次はこちら。はい、1、バリ日本人会日本政府支援事業について。はい、2つ目、バリ島感染者数の今週の推移。はい、3つ目、インドネシア社会活動制限について。こちら動画も交えてお伝えしていきたいと思います。はい、4つ目、バリ州で、ワクチン必須の提案がというところですね。はい、それでは本日もよろしくお願いします。はい、1つ目、バリ日本人会日本政府支援事業についてなんですけれども、バリ島に在住の日本人や日系人の生活やビジネスの基盤強化事業として行われることになりました。まあ、日系人っていうのはもともと日本人の方で、インドネシア人とね、ご結婚されて国籍を変えられてる方とかを日系人というふうに指しております。はい、どういう内容かというと、まず1つ目にはクイズに答えてマスクとハンドサニタイザーをもらおうという内容なんですね。はい、それがこちら。すでにね、ずっと映ってたと思うんですけれども、こんな感じでね、マスク1箱とハンドサニタイザー、こっちもですね、ハンドサニタイザーですね。こっちはジェル型なのかな。で、こっちがアルコールリキッドって書いてますね。こんな感じのスプレーとジェルがもらえます。マスクとね。はい、それとPCR 検査と抗原検査の費用負担って形になっております。こちらもね、こんな感じでね、はい、バリ島で感染、コロナ感染症が心配になったらっていう形のフローチャートなども配られまして、あとね、まあこちらのプレゼントや、あの PCR 費用とか抗原検査の費用負担なんですけれども、人数にね、限りがございますので、現在ね、あの配られておりますが、定員に達し次第終了となっております。申し込みのね、最初の期限っていうのはすでに過ぎたみたいなんですけれども、まだね、あの余りがあるようであれば受付して、あの費用負担をしてもらえると思います。はい、細かいね、条件等もありますので、そちらの方はクラブハウスで確認していただければと思います。バリ島の日本人会ではですね、こういった政府と連携した、支援策っていうのも打ち出しておりますので、今回のものに関しては、あの日本人会入ってる方入ってない方関係なく、あの支援させていただくっていう内容になっております。その他にもね、日本人会ではね、たくさんの情報っていうのを発信していますので、まあ、ぜひね、バリ島在住しようと思ってる方はね、ぜひ日本人会の会員になられてみていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、続きまして2つ目、バリ島この1週間の新規感染者数の推移はこちら。6月19日土曜日155人、6月20日日曜日106人、6月21日月曜日91人、6月22日火曜日127人、6月23日水曜日187人、6月24日木曜日181人、6月25日金曜日195人となっております。続きまして3つ目、はい、インドネシア社会活動制限、まあ、動画ありということなんですけれども、はい、まずはね、発表された内容をお伝えしていきたいと思います。6月21日、テイト内務大臣は、全34州の一部の県、市で、28日まで実施予定の社会活動制限について、22日以降、制限措置を一部強化した上で、すべての県市を対象として、7月5日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
今回の、内務大臣の指示では飲食店での飲食やショッピングモールの営業について、営業時間を午後8時まで、収容人数を最大 25% まで制限するほか、感染ゾーン、レッドゾーンですね、レッドゾーンの、県、市においては礼拝施設や公共の場での礼拝、公園や観光地等の公共の場所での活動、密が生じる社会、芸術活動、会議、セミナー等の開催が禁止とされました。変更のない点も含め、今回の内務大臣の指示の概要は以下のとおりです。対象地域、全国34の全州とすべての県、市が対象。ただし活動制限対象となるのは、死亡率が全国平均以上、回復率が全国平均未満、検査陽性率が全国平均以上、病床占有率が 70% 以上、陽性が 5% 以上の5つの指標のいずれか1つに該当する地域となっております。はい、こちらの内容はバリのね、領事館からメールいただいた内容を一部抜粋して、表示しております。はい、続きまして、それでは、実際の映像をご覧ください。まずは、この規制の翌日、レノン広場の映像です。どうぞ。感じでですね、こちらのレノン公園に来たけれども中には入れないっていう人たちがですね、この通路脇に座っております。はい、レノン広場の映像どうでしたでしょうか。もう柵がねできてね、完全に入れないような状況になっておりましたね。このね映像を撮った2日かな、数日前にね、その生配信をこの場所でさせていただいたんですけれども、その時はね、かなりね、ランニングする人とかにね、溢れてね、結構人数がいたんですよね。うん。封鎖された後はね、もう中に人がいなくて、周りにね、どうしたらいいのかってね、知らないで来てね、たむろしてる人たちが何人かいたっていう状況でしたね。はい。次に、金曜日、6月25日。金曜日の繁華街の夜8時30分頃の映像をご覧ください。どうぞ。VIP さんやってますね。でバンジージャンプもやってます。バンドとかもね、比較的ね、やってる感じしますね。うん。そうですね。うん。バンドとかも比較的やってますね。
どうでしたでしょうか。これを見てさまざまな意見あると思うんですけれども、このね今回のレイアン、ね、レイアン通りとデビスリ通りが今回の規制に該当してるかどうかっていうのは今回の文章を見てもちょっといまいちはっきりわからないところがあるんですよね。まあ先ほどのいくつか並んでたチェック項目のどれか一つでも該当すればっていうところだったんですけれども、うん、まあ通常に営業してるところを見ると該当もしかしたらしてないのかなというふうな印象もちょっとあります。ただね、正確なところおよび判断はね自治体の判断になると思います。はい、まあいずれにしてもこれがね現状です。はい。続きまして、ワクチン必須の提案をされましたという内容ですね。はい。これはね、バリポストの方でね、発表された内容になります。はい。6月22日付のバリポストでは、はい。バリ島観光の開業は、確実に続くでしょう。しかし、コロナに関して、現在の状況を見なければいけません。はい。観光庁の宇野大臣によるとバリ島に訪れる観光客のためにワクチンベースの観光を準備していると彼は語りました。はい、これは島の観光を刺激するためです。コロナの症状が増加する中バリ島への国内観光の訪問が減少しています。したがってバリ島知事との調整ステップを提案し、これを大統領に報告し、ワクチンベースの観光の承認を受けましたと話しております。はい。バリ島に来る観光客がワクチンを入手できるように、ワクチンベースの観光が主な選択肢です。そのためワクチンを接種するのはバリの人々だけでなく、バリに入る観光客、国内観光客、外国人観光客の両方がすでにワクチン接種を受けていることが必要です。はい。今回の動画の内容をまとめますと、まず、日本人会及び日本政府のね、連携した事業としてハンドサニタイザーやマスクが配布されているというのと、検査に関するね PCR 検査等に関する助成も始まりましたと。でまだねこれ定員が決まってますけれども、まだね多少枠が余ってるみたいですので、バリ島に住まわれている方はねご利用してみていただければなと思います。そしてはい、感染者数もインドネシア全体で見ますとかなり増えてるんですけれども、バリ島はその中でもだいぶね抑えられているのかなという印象あります。ジャカルタとかに比べるとね100分の1程度の感染者数に、まあ、バリ島はワクチンが進んでるってこともあるのかもしれませんけれども、だいぶね抑えられているような現状を感じます。そして、夜のね8時以降なのか10時以降なのかっていうところね、今回の規制強化の対象がバリ島にもなってるとは思うんですけれども、バリ島のねどこの地域が具体的に8時なのか、どこの地域が10時なのかっていうところがですね各自治体に任せられているような状況になりますので、それを厳しく運用してるか、緩く運用してるかっていうのは各ね自治体によると思います。はい、そこをね私の方で正しい正しくないって言うつもりもありませんし、バリ島の方々も生活していかなきゃいけないという現状もあります。はい、さらにね先ほどの、バリポストの記事を見ますとね、ちょっとね後半ね分かりづらい部分もかなりありました。しかしねバリ島としてはねワクチンの接種者を増やして集団免疫を取っていくんだっていう強い気持ちと、集団免疫によって観光を再開させようという政府とバリ州はそういったふうに考えてるんだっていうことを感じました。はい、はい、本日は以上となります。これからもバリ島の今がわかるような情報やバリ島に住みたくなっちゃうような情報を提供していきたいと思いますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。
本日もご視聴ありがとうございました。